見事見事にハットで決めました。試合で、ね、示す役割というのは非常に、ね、大きいと思うんですよね。本当に、ね、打席で何とか中央を打ちしてる、ね、出ますよね、出てますよね。今ちゃんと結果を出してます、さあワンアウトランナーに形を作って中軸先制タイムリーを放っている3番キャプテンの山根。ここはクリーンアップの、ね、仕事をする場面ですね。まず外から140キロ後ろというところでしょうかね。見送り方を見ると、スライダー系統に的を絞っているのが見送り方でしたね。そこはおそらくキャッチャーのご安心を感じているところでしょう。あと、ちょっと危ないものが来ましたね。ね、無力が出ましたね。そうですね。いかに意識が使ったら、攻めに行く感じがしますね。ね、さあ、ここはバッテリーが追い込みました。山田としては追い込まれてからどう対応していくでしょう。上空の風を見ますとスコアボード上の旗は今緩やかにホームからセンター方向に向かって吹いてますかね。強い川風ではなくなりました。スライダーカウントになりましたかね。ボールの見極めですね、低めのね、はい、おっと二塁ランナーは三塁へ。ここは振らせに行った、おそらくフォークではないかと思うんですが、さあワンアウトランナー三塁。気落ちした場面なのでスクイズも選択肢にあると思いますよ。仙台育英の内野は前に出てきました。10対10同点、8回の表裏を分けにワンアウト三塁のチャンス。秋の明治神宮大会を制した仙台育英の春選抜覇者の浦和学院。力勝負でね、行きたい場面ではあるんですがね。しっかり腕が振れているので、ね、力がありますよね。
ットへピンチをしのぎました。埼玉浦和学院に絶好の勝ち越しのチャンスを逃しました。8回の裏の仙台育英の1番からという好打順です。ジョーカーチャンスですね、育英ね。こちらも1番バッターがノーアウトランナーとして出塁しました。さあ、そして仙台育英2番のセカンドの木原、浦和学院が8回の表2番打者が送って形を作りましたが無得点に終わりました。仙台育英はどうでしょう。ヒッティングの構えでこの2球目、この2球を見る限りヒッティングですね。もう150球を超えている大島、攻める仙台育英。フォアボール、ノーアウト一塁二塁。やはり仙台育英の各打者の対応なんでしょうかね。またちょっとボールが上がってきました。そうですね、疲れももちろんあるでしょう、はい、それはあると思います、
次がもう160球目という吉田、先ほどと一緒のケースになりましたよね。そうですね。送らせるのか打たせるのか、まあ、打順が3番ということもありますね。7回の裏は一気に2人のランナーを失うという仙台育英プレーがありましたが、3番の長谷川センター前ヒットがあります。先ほどのセンター前、ね、非常にいい形で打てています。ここはどうするでしょう。振ってくる。やはりこう来ますかね。やはりね、先ほどのセンター前 の打った、あの打撃の内容を見てね、打てという判断だと思います。四死球ですが、さあ8回の裏、大谷さん、大変な場面がやってきました。初回と全く同じ場面になりましたね。ノーアウト満塁でね、上林君が、もうここはね、本当にあの上林君と、はい、あの小島君の対決をもうじっくり見る、そういう場面だと思いますね。今日5度目の対戦です。ここまでの4打席は上林は本来のスイングができていません。春先発ではショートラウンドする投球をヒットにしたという見事なバットコントロールも見せて驚かせたこの上林です。さあここはどうでしょう。浦和学院内野は前進バックホーム体制。それ以降1球も投げてないんですよね、チェンジアップをね、お願いしてね。